こんにちはあなたはメルカリをよく利用しますか私はいらなくなった本を売ったり欲しい本や雑貨などを買うことがありますメルカリをそれほど利用しているわけではないですが何か欲しいものを安く買いたいなって思った時にメルカリでチェックをしていますそのメルカリが新しい試みとしてメルカリポストというサービスを今年の夏から始めるそうです 今回はこのメルカリポストについての情報及び私の感想をお伝えしたいと思いますまずはメルカリポストがどんなものなのかこちらの動画をご覧くださいこちらがメルカリポストのホームページになりますメルカリポストスタート送るをもっと身近にメルカリポストとは 売れたものを簡単に人がいなくても送ることができるメルカリが作った新しい発想の形です。メルカリポストがあるあのお店に行きたい企業様とお客様との出会いのきっかけをメルカリポストが作っていきます。こちらはですね、メルカリポストを設置したい業者に向けたサイトになっているようです。 えっと、メルカリがですね、ポストを提供して、えー、例えばコンビニとか、あーお店にですね、えー、このメルカリポストを設置するというものですね。それによって、えー、お客さんが来店したり、えー、来店することによって施設の利用促進が図れるというものです。 このポストなんですけども、大きさは、5 0 0 × 5 5 0 × 1 5 7 0となってますね。まあ、そんなに大きくはないですね。えー、置く想定としては、ドラッグストア、スーパーマーケット、駅構内などを想定しているようです。で、えー、設置に対しては、あ屋外での設置はできないということで、1 0 0トのコンセントが必要となってますね。 で設置開始時期は2020年6月以降を予定しているということですね。えー、メルカリポストの使い方なんですけども、まずステップ1で、えー、取引画面で QR コードを用意する。えー、ステップ2ではステップ1で生成した QR コードを読み取ります。そして、えー、ステップ3では印刷された送り状を,を,を,をすべての荷物に貼ります。 その後、荷物を、荷物を投函して発送完了となります。まあ荷物をですね、この中に入れるってことですね。ですので、えー、人がいなくてもメルカリで発送処理ができるということですね。以上がメルカリポストの説明になります。いかがでしたでしょうか メルカリポストは無人でメルカリで売れた商品を送れるというサービスです。これがあれば商品を送るのが今よりもずっと楽になりますね。メルカリポストを設置する店側も発送手続きなどが不要になるので効率的です。このサービスは今年の夏ぐらいから開始予定です。メルカリは2023年の頃までに全国で5,000か所を設置することを目標としています。 私個人の感想としてもこのサービスがあれば便利だなって思いました私はメルカリで売った商品をコンビニのローソンで送ることが多いんですが店が混んでいる時はちょっと嫌だなって思っていました手続きに多少時間がかかりますし気を使ってしまいますからねでもこのように無人で発送できるなら同じように発送したい人と変わらなければ 短時間で気を使うことなく商品が送れます。ぜひ多くのコンビニとか郵便局とかスーパーなどに設置してほしいと思います。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。